はい、何、はい、何作るん？お好み焼き。お好み焼き、うん、手で。そう、やばない、か返せろ。え、いけんの？返せるよ多分。絶望的なあの鍋振りやったのに。え、お好み焼きってあれじゃない？キャベツって千切りじゃない？見てみーよ、千切りやんか。何言うてんの？ちぎるって書いて千切りって読むんちゃうじゃん。何言うてんの、ほら千切りやん。あ、そうそう、細く、ね、細くしてほしい。千切りやろ。野菜はな、太い方が美味しいやろ。ほんで太い方が美味しい。あれ千切りでふわふわやから美味しいんじゃない？あ、そういうこと。そういうことやろ。あ、千、はい、投げ。すげえな、今日ワイルドすぎるな、これ。やん、結構で量いるやんな。玉ねぎじゃないや、キャベツ。え、そんな、そんな食べる、そんな食べます。結構いるんじゃない、ま、キャベツって。そんな食べる。いや、野菜炒めの盛りやん。え、そんな食べる。え、そんな食べる。1枚でいいけど、これぐらいじゃない？そんぐらいかな、うん、多分。千切りにしてほしいな。ん、何なの？丁寧に細くいってほしいな。はい、もう急き文句言うてんの？文句言うか、ほら、細かいやん、今までの見てみ。細かいやろ、今までよりも。基準がもう巨人なんや。今までよりも細かいですやん。はい、食べちゃう。どうなるやんな、こんな感じで作ったことないから、ちょっとわかんない。うん、じゃあ私に任せて。いや、キャベツはとりあえずオッケーやな。うん、お好み焼きは私に任せてくれ。で、次、生地やろ。生地オッケー、まだ生地やな。うん、生地。うん、これ何？ 100g って書いてるって。100g な。これ何？これ何本入ってんの？あ、大体で。あ、200か。うん。半分ってことやろ？それ。うん、歯でいくんや。歯でいった割に全然開けれてないや。うん。やばいやん。あ、うわ、やば。ワイルドやな。半分いこうか。うん、すっげえ散らかってる。あ、すっげえことなってるやん。これ切るのめっちゃ下手くそやん。何？会社が悪い。会社が悪い、やばい。それもっと切りやすいの。あ、ちゃうわ、間違えた。水やな。水いるな。ちゃうやん。水なんぼよ。水なんかわからん。100ぐらい。うん、そんなもん多ない？そういう。多い多い、うん、そんなもんちゃう。それ何で混ぜてんのそれ。キャベツの芯。キャベツの芯やばいやん、やばいやん。あー、めっちゃいい。キャベツを芯って混ぜれる、やばいな。もうちょっとやって。もうちょっとだけ水いるんかな。なあ、これもうここにキャベツとか入れちゃうんじゃん。あ、せやな。これでいけると思います、うん、でキャベツも一緒に混ぜて。うんうんうん、いくよ、キャベツいくよ。キャベツ入れて。ちょ待って、粉残るからな。美味しくせんとあかんやん、こういうのは。ない、ほら、うん、手慣れてきた。やばい、やばいよこれ。おえ、めっちゃ美味しそうじゃない？ほら、まだ美味しそうではない。ほら、ほら自然に手でいってるやん、もう。ほら、自然に手でいってるやん。え、これ絶対美味しいって。キャベツ焼き、キャベツ焼き、キャベツ焼き。なんか、キャベツ焼き、なんかあれやな、チヂミみたいな感じになるんかな。え、めっちゃ美味しそうじゃない。え、これ水少ない、この状況で。美味しいんかな、これ。え、絶対美味しい、絶対美味しい、絶対美味しい。ここつけられるやん、うん、これいける、ね、いける、これいける気がすんねんけど。まあでもシンプルやよな、お好み焼きって。うん、油、はい、油ね。豚肉ちょっと焼いてな、塩コショウで。豚肉焼く？焼く。生では食わへんの、豚は。危ない。じゃあちょっと豚肉引かしていい？引かすってどういうこと？だからこれ引いて最初に焼くで、豚肉絶対。広見お好み焼きでいい？広見お好み焼きでいい？もういいよ、任せるわ。うん、あ、めっちゃうまそうじゃない。そのなんなん、今の状態でめっちゃうまそうって連呼してるけど、どういうことなの？生の状態がうまそうってこと？これ絶対いけるやん、絶対美味しそうやん。そんな感じで使うの初めて見たな。え、ほんまに？まあまあ、いろいろあるんでね、作り方は。めっちゃ肉入れるよ。そんな肉入れんの？うん、豚玉やろ。豚玉やけど、
もうよくない、そんな入れんの。うん、豚玉やん、だって豚玉やけど、うん、そんな入れる。やろ、ほぼ肉やん。塩コショウせへんの。する、間に合えへん、どうしよう。間に合えへん、間に合うよ、いけるよ、うん、はい、美味しそうですよ。まだ豚肉焼いてコショウ振っただけやから。コショウと塩ね、塩、うん、塩振るね、塩。あ、スプーン使っちゃったもういいよ、うん、あ、これ絶対うまいやつ、いい？あ、もう入れるんや。止める？止めるって何？あ、なんもない、いくよ。うん、いくんや、うん、オッケー。めっちゃ豚肉半生やけど、うん、焼くやん。すっげえワイルドすっげーワイルド。焼くやんだって。どうひっくり返すかやな。やばい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 。いやもう熱くないからってもう手でいきまくってるやん。やばないやばない。毎回洗って。手は洗いたいよね。あ、な、手慣れてきたで私。手慣れてきてる？うん。ほら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 、いけるよ。ちょっと焼いて、片面焼いて、うん、ひっくり返すの、うん、どうやってひっくり返すの、どうやろうと思ってるつもりなの。それだけ先聞かしといてよ。それ挟む感じ、こうか、まだ焼けてないんちゃう。でもそやな、こうかこうか、手でいくのは無理やろ。だからこうかこうやって鍋振りでやるってこと、うん、鍋振り、鍋振りか手でこう、うん、うんうんうん、まあ、チヂミとかやったら普通に鍋振りで返すからな。やばいなこれ、私ができると思います。僕は多分できるけど。あ、やばいやばい、そうやな、これ絶対美味しそうなんやけど、絶対美味しそうなんや。オッケーオッケー、わかった、うん、ちょっと焼けてきてんじゃん、結構結構きた。あ、いいじゃん。え、これぼちぼち、どうしよう、ひっくり返す、いこうかな。どうするつもり、どうしよう、どうやろん。いや別に多分鍋振りでひっくり返すことはできると思う。いける？いける？私やけどいける？いやそれは知らん。いきなり火強するんや。なんでな？テンション上げるため。怖？固めたい。ファイヤーダンスの人。固めたい。固めたい。もうちょっと固めたい。あ、もうちょい固めたい。うん。多分返せそうやけどな今。いける？いける？いけると思うけどな。マジで？パチパチ言ってるし。行くで。行くで。行きよ。行きよ。ちょっと俺離れとこ。ああ。行けたやん。行けたやん。見た。行けたやん。奇跡起きたやん。やばいって。奇跡起きた。やばい。めっちゃ奇跡起きてるやん。やばいって。めっちゃええ感じだし。いけたやん。奇跡起きたやん。いけた。いけたやん。やばい。でこれもうそっちの麺焼いて終わりやろ。うん、終わり。これ簡単やった。割とやった、なんかめっちゃスムーズやったな。やばー、奇跡の一枚。奇跡の一枚。オッケー、それ写真とかに言うやつな。お好み焼きに奇跡の一枚って初めて聞くけど。やばー、調子乗ってまたやったらひっくり返されへんね。やろうな、なんか足元にこうぶちまけるんやろうな。これめっちゃいけたよ。すごいな。わ、美味しそうな香りしてるよ、ほんで。あ、してるしてる。これはでもいけそうやな。うん、いけるな、絶対うまいやつ。なんかちょっとまあキャベツちょっと大きめやけど、うん、まあいけるやろ、絶対間違いではないわ、味的に。ちょっと強くした。ちょっとなんか生地の感じもいい感じやな、な分量いうか、いい感じ、いけますね。もうちょい、もうちょいかな、うん、どんな感じ、ちょっと振っといた方がいいんじゃんな。うんうん、あ、できてきてる、できてきてる。え、もう一回いく。いやー、どうやろう、いけるん。はい、行こうか。もうなんかちょっと香ばしい匂いしてきてるけど、うん、行くんや。ああ、いけた、いけた、できてない、できてるやん、できてる、完成、できてる、完成や。 OK、 あ、もうちょっとじゃない。いや、もう、いや、もう一回行ったらあかんやつ。もうな、練習してる今。練習してる。練習してない、うん、もうでも完成やろ。完成、こんなことない、うん、大丈夫、それで大丈夫よ、多分もう焦げてきてるよ。もう一回行きたい、もう一回行きたい、もう一回行きたい、行きや。オッケー、もうできるやん、お好み焼きは。もうできてるって、もう止めよう。オッケー、完成。オッケー、オッケー、あとじゃあソースとか塗ってな、あれで。よっしゃ、完成。どうしたね、
今回めっちゃ美味しそうなんやけど。見た目めっちゃええよ。やーばー、これうまそうやな。うん、なんかこうひっくり返すのもいけたしな。いけた。ちょっと食べてみよう。絶対うまいやつ。もううまそうやんな、ほんまに。うん、ちょっとキャベツって書いてる。あ、いい香りしてるしな。よし、じゃあいただきます。はい、いただいてください。うん、どう。まあうまいな。よかった。普通にうまい。普通にうまい。お好み焼き、うん、キャベツも火通ってるから。火通ってる。よかった。全然、うん、全然いけるこれ。え、よかった。何うまいよ。マジか。別にってことはあれだ。キャベツ千切りじゃなくてもいけるんや。いけるよ。ちょっと縮みっぽい。だって食べ物やし。食べ物やな。うん。うん。これはうまい。よかったー。いや、実はコメントで、うん、お好み焼きとか焼きそばいけるんちゃうってコメントくれた人おったから。あ、そうやったんや。なるほどね。お好み焼きひっくり返すのさえうまくいったらいけるかなと思って。私プロってきたな、うん、やばい、いけてきました、うん、これはうまいぞ。やったー、これは成功やな。うん、というわけで今回お好み焼き、はい、ひろみの手料理、はい、大成功ということで。やったー、大成功。作ってほしいもんあればコメントとかに書いてもらったらひろみが作ると思うんで、お願いします。皆さんじゃ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。